イエーイ。こんばんは、ちょっと遅れました、ごめんなさい。一人でいろいろやってるとこうバタバタしたけどね、すいません。初の夜活でございます。皆さんまだまだお時間でご飯食べてるのか終わった方なのかありますけど、皆さんとちょっと体を動かしたり、まあ夜のね、ちょっと大人の楽しみ方、まあ、夜活だし大人のクラスもね、もう多分いいし、ちょっとこう体を少し動かして夜の動かす、夜の出会いという方もいると思うんで、ちょっとやってみようかなと、皆さんもね一緒になって楽しんでいただければいいと思ってますんで、よろしくお願いします。それでまずは、どういう今日はやるのかっていうのが分かると、まあ分からないと思うんで、まあ一応こういう感じやりますってことで一応ちょっと用意してきたんで、僕でやりましょうか。まあ一応音楽もあった方がいいかなと思うんでやってみたいと思います。よろしくお願いします。じゃあちょっとスタンバイね。じゃあいきますよ。さあいけるのかな、夜からね。さあ皆さん夜何やってるんでしょうね。さあじゃあこんな感じの簡単な振りですがやってみたいと思います。皆さんとチャレンジ。
ちゃんとヒューってね、あまり今は外で出ない方がいいかと思いますが、ね、もう出てないか、この時間はね。ヒューと、ね、いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー、ファー、シー、セブン。カウントはでもこうじゃないです。ワン、エン、ツー、エン、スリー、エン、フォー。フォーカウント。フォーカウントの中にこの振りが全部入っちゃいます。チャレンジです。いいですか？細かくリズムを聞いて、ドゥン、ダッ、ドゥン、ドゥン、ダッ、取りながら踊ってみる。形は、ワン、エン、ツー、エン、スリー、エン、フォー。いいですか？できました？それをちょっと格好つけるだけ。ね。ちょっと斜め。斜めで入りますか。この辺がなんかこう哀愁ある人たちは哀愁感を使ってやってください。女子はセクシー感、でも夜なのでセクシー感出しながら哀愁感の瓶で。ワン、エン、ツー、ワン、エン、ツー、エン、チャッチャッチャッ。この繰り返しです、今日は。練習なんで。ワン、エン、ツー、エン、タッタッタ。いいですか？できる人は、うん、ワン、エン、ツー、エン、スリー、エン、フォー。アップをちょっとする。エン、ワン、エン、ツー、エン、スリー、エン、フォー。入れてくれると、曲が味方してきます。ね。振りだけやってると、曲が逃げていきます。染まりません。音楽が味方してくれません。なので、体の中に、ワン、エン、ツー、エン、ドゥン、カッ、ドゥン、ツッ、ドゥン、ツッ、ドゥン、カッ。入れちゃいます。いいですか？ワン、もう一回口ね。ワン、エン、ツー、エン、スリー、エン、フォー。鏡を見て、ちょっと、俺の肩幅、見てください。広いでしょ？踊りと関係ないですね。手が短く見えるんですよ。本当に。でも、コンサートの時は、ちょっと高くなるように、ちょっと調整してるんですよね、この辺。だから、ある時に、ワン、エン、ツー、エン、スリー、エン、フォー。ワン、エン、ツー、エン、スリー、エン、フォー。いいですか？それを、ワン、エン、ツー、エン、スリー、エン、フォー。馴染んできた人、ステップをつけて、右左、右左、キュッキュッキュッ。右左、右左、キュッキュッキュッ。右左、右左、キュッキュッキュッ。オッケー？右左、左右だから。右左、左右ね。ごめんなさい、右寝方がある。ワン、エン、ツー、エン、タタ。足踏みをしながら踊る。背中の動きわかりましたか？後ろに、ふぅ、こうやって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 、ダメで、ちょっと力入ってる。もっと、お腹のアップダウンを使いながら行く。えい、ふって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 。なので、今日はエレコンで、廊下歩くときも、こうやって、戻るときも、常に練習。練習したら絶対上手になるから、頑張ってください。で、ちょっとチャレンジしましょうか。曲をかけながら。何回か。レッツゴー！いきますよ。さあ、どうかな？ちょっと待ってください。さあ、どこまで曲の準備をね、しなきゃいけないね。よし！じゃあ、この曲で、チャレンジ！すごい！レッツゴー！Yeah.
ね、ちょっと待ってね。よし、じゃあその感じで、また来週かな、あのところでインスタの方に、まあ、B-Boy活かなの方で、あの夜活の方はやってるので、まあ子供たちももしあの昼間とか朝活、昼活、子供たちがね、ちょっと朝から7時半ですよ、早いですけどね、チャレンジしてみてください。ラジオ体操的な感じでいいでしょうか。じゃあ最後に、最初はグーじゃんけんぽい、あ、大人の方もやっていただきありがとうございますって感じで、すごく本当にね、あの長期の本当自粛が続いてて、ちょっとね、いろいろなんか、まあ、僕も大変なんかね、いろいろちょっとあるんですが、まあでも皆さんもね、同じようにね、あのすごい大変だと思うし、僕たちもね、その方たちも本当すごい大変だと思って頑張ってるので、なんかちょっとお手伝いできる、一緒になってこうやって楽しめる時間が、波動をね、送れればすごいいいなと思って、ちょっとやらせていただいてます。来週もちょっと本当は今週で朝活とかも昼活もとは自粛がね終わるので、まあと思ったりもしてたんですけど、まあ様子見ていろいろと、まあなんかこういい形でダンスだったりヒップホップのカルチャーだったり、本当にそういう楽しみ方も含め、子供たち皆さんがすごいクリエイティブに楽しい、さっきにねなんか光見えるような、ちょっとなんか話ができたりとか、まあ話しながらできるといいなと思ってるんで、皆さんも一緒になってまた会えたり、こうやって遊びに来てください。よろしくお願いします。もしかしたら、子供の日、5月5日、ちょっとインスタで、ライブとか、ちょっと DJM 貼ってもらったりとかして、やるかもしれないんで、それはまたインスタの方でチェックしてみてください。本当に今日は、ありがとうございました。Yeah.